こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.20.70.25 のアップデートについて紹介いたします。今回のアップデートはプレイステーションのプレビューについての情報がありました。まずはこちらをご覧ください。こちらはベータ版とプレビューの情報が書いてある記事で、バージョン 1.20.70.25 に関する情報にプレイステーションプレビューに関する内容が登場し、公式から正式にリリースすることを発表しました。 PS4 と書いておりますが、 PS5 でもプレイは可能ですので安心してください。プレビューのアクセス方法は、まず通常のマイクラを起動し、設定を選択し、一番下にあるこちらのプレビューを見つけます。右側のプレイステーション4プレビューを入手を選択すると、ストアページに行きますが、残念ながらまだできませんでした。前回紹介したのと一緒ですね。調べたところ、リリースマネージャーのジョシュさんの X の投稿で、一部地域でコンテンツエラーが発生しており、現在調査中とのことです。すぐに解決できることを願っているようで、おそらく数日中にはできるようになるかと思います。プレイステーションでプレビュー版ができるようになるのは嬉しいですね。早くやってみたいです。ただディスク版で購入した人は利用できないそうです。ダウンロード版で購入した人のみプレビュー版が可能となります。そしてプレイステーション上では別のゲームとして実行されるため、 PS4 または PS5 で両方のバージョンを引き続きプレイできます。普通のマイクラとプレビューのマイクラ、2つのアプリが出てくる感じでしょう。PC と同じように別々のアプリになるということですね。以上、プレステでプレビュー版ができるようになりますが、一部地域ではできないようで調査中のようです。日本も含まれているのか、自分だけができないのか分かりませんが、早くできると嬉しいです。続いて、新ワールド選択画面のサーバータブが変わるようです。特殊サーバーや独自のサーバーでプレイする新しい方法が導入されます。おそらく古いバージョンよりも見やすくなるのでしょうね。さらにサーバーアクティビティやニュースも表示され、 PC やモバイル版に限りますが、独自のサーバーでは追加や編集をして、友達を招待するために必要な全てのパラメータを設定することもできるようです。進化していますね。ただ実際にはまだ来ていませんでした。今後数日以内に段階的に展開されるので、今すぐに確認はできませんでした。どうなるのか早く見たいですね。以上、統合版マインクラフトプレビュー版バージョン 1.20.70.25 のアップデート内容でした。プレイステーションのプレビューが公式から正式リリースすることを発表し、プレステもプレビュー版の仲間入りになりましたね。自分はまだできていませんが、調査しているので今後できるようになるかと思います。そしてサーバータブも新しくなりますが、こちらもまだできませんでした。今回はどちらもちゃんと紹介できませんでしたが、これからどうなるのかが楽しみです。こちらのアップデートはスイッチ版、 iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 にも来る予定です。それでは良い一日を。